外れの丘の上からいつも見上げる果てしない空は、テレビや本じゃ足りない何かを僕にくれるんだ。 いつか必ずこの広い空を自由に飛べる飛行士になるよ。光よりも速いスピードで夢を追いかけ、今回のゲスト栗林みなみちゃんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え、はじめましてって言った？いや、テレビの前の皆さんに。ああそうです、もう俺のこと忘れたのかなんで？ね、あの向こう側のね、みんなにね。だって初登場17位だよ。すごい、上から数えて17番目ってことですよ。さあ、そんなみなみちゃんに質問。はい、じゃあ遠藤くん。じゃあね、なんだよ。じゃあ、もうすっかり季節は冬ですけど、ね、冬で自分がこう今までのこう面白いエピソードとかあったらこう聞いてみたいなーなんて。難しい。冬は好きです。そうですよね。そこだけ聞きたかった。そう。ウィンナースポーツ。おいしそうじゃない。スポーツやる？ウィンタース、本当スキーとかやったことない。スキーは小学校6年生の時に行ったのが最後で。そうですか。まあスキーはね、冬と言ったらスキーっていうのがダメなんだよ。え、出身はどちらですか？静岡です。おお。お茶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 。さあ、君はあまりにも単純だよね。そうですね。はい、じゃあ他の質問。はい。じゃあね、ヨッピちゃんといい質問して。はい、ですね、なんだよ。好きな男性のタイプを視聴者の皆さんに代表して聞きたいと思います。聞きたいですね。ベタベタ。はい。教室とかにいて、真ん中に行かないような人が。それは2人でこうやって寄ってるんだ。じゃなくてこうリーダーじゃない人。ああ、兄さんはダメってこと。ちょっと影のあるクールな。得意得意。全然お前全然いいよ。特に。あ、要するになんかなんか大騒ぎしたり、髪の毛金髪とかにしてたり、なんか口がこんなでっかくって。俺じゃん。そうだ。ちょっと物静かで。そうです。でも金髪は好きですね。あ、そう。セーフ。はい。これないかな。はい。おお。何？じゃあもう一問じゃ、ジョー。はい。やっぱもうオリコンガーッといったじゃないですか。どうですか心境は。ねえ、聞きたいっす。ああ、ヒットしたね。だってここにいる人はまだそんなとこね。そう。俺以外は行ったことないから。うわ。悔しい。
イベント見てみ。あ、嬉しいですね。なんかお母さんとかお父さんが結構喜んでくれて、うんうん、そうですよね。やっぱね。しかもちょっと聞いた奥さん、ね、奥さん作詞作曲よ。あ、すごい。ガー入ってきますね。行っちゃおうかな、もう。あ、おー、マルヒ情報下で。これはやばいよ、うん、やばいですよ。え、嘘。はい、クリベースさんは、実は歯科助手の、昔歯科助手だったというのは本当。お、歯科奈良ですか。お前、違う資格。あ、ねえ、すごいよね。わーってガーってリシャツこう男の人をするのを、ね、横でこう、すごいなってじゃあ制服とか持ってるんですか。白衣だ。白衣だ。あれはね、男みんな好きですよね。なんで握手してんの。男はね、みんな弱いんです、うん、ああいうのは、はい、うん、そうだね、ちょっとそそるよね。まあね、スッチーに、はい、先生に、うん、ミッチーに、ミッチー、それは引用のお前大御所かよ。それも古いね。はい、すいません。じゃあ、話は尽きませんが、はいはい、ここいらでですね、うん、この番組名物の、うん、果たし合いセッションをですね、果たし合いなんて対決ですね。あれはもうプロのスイングガーとプロのスイングガーがもう技をぶつけ合う真剣勝負の世界だから。じゃあ、じゃあオリコン同士で。オリコン同士で。いやいや、いつからね。これからじゃないですか。なんで目をつもうとするんですか。やめてください。そうそう、この中からみなみちゃんにね、いつものようにまあ、はい、誰かこう、よし、こいつちょっと揉んだろうかみたいな。お、あ、揉まれようか。よし、誰いきますか。クリベマさんね。そうか、オリコン対決やね。あ、本当だ。オリコン対決だ。見物やね。嫌なこと言うな、お前。すいません。でのわけで、あ、じゃあ、はい、ね、今日は僕と、みなみちゃんが楽しみ、はい、セッションしたいと思いますが、今日は何の曲を歌ってくれるんですか。アイミングです。英語、これは何のやつですか。これはモブラブというゲームが入ってる曲で、はいはい、とっても明るい曲なんで。聞きたい。聞きたい。はいはい。はい、それでは聞いてください。アイミングです。どうぞ。まだ変わらない、いつまでも。
私の10枚目のシングルの中から君に吹く風、お届けしたいと思います。聴いてください。So
それでは今夜のラストソングはプレシャスメモリーズで、はいはい、うん、僕はさんのそのドーンよ、初登場ですね、すごい。これはどういう曲なんですか。君が望む永遠というアニメ、知ってる、俗に言う君の像ですね、うん、この PV すごい、すごいよね、すごい、もうだってみなみちゃん羽生えてるから、うん、そうか、ね、わっさーいとですね、わっさーい、なんかすごい有名な人が撮ったんですよね、まあ、Do As Infinity とかおー、素晴らしいですもんね、すごいし、ちょっとセクシーだよね、そう、おー、でこれ DVD でね、はい、発売されるんだよね、はい、これはすごい、27日、はい、ね、これはもうぜひもうすごい、うん、すごいあのね、あれだから、え何やすごいほら、あの年取るとな、うん、気持ちが先まして、うん、言葉と内容が後からこう、あれはすごい、ゆっくりゆっくり、ね、そうだろう、 あれでしょ、うん、いやすごいやらしい、いやいや、やらしくない、そう、ね、素晴らしいですよ、ぜひ、はい、買っていただきたいと思います、はい、さあ、それじゃあ行ってみましょうか、はい、それでは皆さんお聴きください、栗林みなみさんでプレシャスメモリーズ、どうぞ。
で、はい、あっという間にね、もうお部屋の時間が来てしまいました、ね、早いですね。今日はどうだったですか？入りたい感じ。入りたい、バイトこっちにバイトします。うち、うちただ働きですよ。はい、で、あの、みなみちゃんね、最後に、はい、これからの、まあ、展開というか野望というか、もうこうオリコンドーンと言って次はどんな感じですか？作曲とか、うん、作詞とかに行くかなぁ、歌も頑張りたい。はい、ね、あ、でも、まあね、はい、もう、何回も出てもらってるんで、またあの新曲が出た時は絶対遊びに来てください。ぜひ来てください。はいはい、それではですね、はい、ここでですね、アニプラ音楽館の方からお知らせがあります。実は、来年の3月23日に、またアニプラ音楽館の購録をやるんですが、その購録のチケットがですね、12月3日から発売されます。イエイイエイイエイ。まああのね、どんな人が出るか、これはまたおいおいね、発表されていくと思いますが、これはすごいよ。今回は広いところでもうドーンと、もう、もうライブって感じでやりますから、はい、楽しみにしてね。はいはい、ということで、今回のアニパラ音楽館、栗林みなみちゃんをゲストに迎えてお送りしました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。グッピー。She knew what